50歳目前の屋号、なんとグッズモデルを引退することが、昨日お知らせされまして、こちらですね、注目すべきは、リポスト数ですね。皆さん見えますでしょうか？ 2.2 万リポスト、 9.5 万いいねがつくんだと。さすが世界の屋号、屋号 is best girl やなというのを感じさせられる。いや、めっちゃビビった。引退ライブしないの？いや、本当だよね。引退ライブでぜひ今までのあのグッズを持つっていう、あの持ち続けるだけの1時間の配信してほしいですけど、それもなんかそれだけでも相当なことになりそうな、相当見てもらえそうなね気がしますけれどもね。普通の社長に戻りますってこと、まあ、そういうことですね。なんか年齢なんて気にしなくてもいいのにと思う気もしますが、ホラライブメンバーのグッズが発売されてる時に、これぐらいの大きさですよみたいな確かめるために、屋号が今までね、あのグッズと一緒に写真を撮って、そちらをねみんなにあの公開するというグッズモデルをやっていたわけなんですけれども、またね次のグッズも見てもらいたいななんてそう思っていたりしたのですが、残念ではありますけれどもね、あの小百合たちも、あの突然のお知らせでした。グッズモデルいなくなってしまうということでですね、なんか他にこう、ま、でもこういう大きさですとかは見たい人もいると思うので、ま、今後はなんかどういう風にそれを伝えていくかは、ちょっとあのグッズの方で練りますみたいな風にはお伝えいただいてるので、ま、他のね何かの形で出せるようにはなるんじゃないかとは思うんですけれども、屋号とのグッズのツーショットはね今後はないということでございます。本当に今までお疲れ様でした。こんなのやってる社長さん他になかなかおらへんで、屋号の笑顔が好きだ、あっぱれー、わおー。あのなんか屋号のアクスタ出して、あれ出してるのか、それとも妄想でこう画像だけ作ったのかわかんないんですけど、屋号がなんかこう手を広げて、その広げた手の上にこうグッズを乗せているみたいな感じの、今までの写真から撮りましたみたいなね、出してるわけないか、肖像権があるか。そうっていうね、アクスタ出しましょうよみたいな、あのリスナーさんのツイートがあって、いやめちゃめちゃ笑いまして、ぜひあの屋号の等身大アクスタ作っていただいて、その物をね置けるところのあるアクスタを、ちょっとアクスタじゃなくてもいいか、紙のさ等身大パネルとかもあるじゃん、まあ、ちょっとなんか量産型屋号になりますけど、やってもらえたら嬉しいなーってめちゃめちゃ思いましたね。ちなみにこちらちょっとね、あの急なことで、あの取材は今回間に合わなかったんですけども、もしかしたら来週、あの、続編があるかもしれません。屋号ファンの皆さんは。もしかしたら、お楽しみに。でもね、屋号も忙しいので、難しいかもしれないんですけども、ちょっとね、あの、取材は、一応送ってはおきました。続いてのリークは、こちら！タコ寿司つかまる 3D 配信、続々とね、EN2 期生の皆さんも行ってまいりまして、なんか種々様々なそれぞれの個性がめちゃくちゃ出ているなという風に楽しませていただいたんですけれども、そんな中、箱太郎先輩のね、3D お披露目、なぜか、檻の中に捕まることとなってしまいました。吹雪先輩が一言、あー、それか、こよちゃんのラボに送るか、みたいなね。モルモットにしようか、という一言を、言ってくれておりまして。あ、それか、あれだ、こよちゃんのラボに送ろ。あー、そうだ、ね、こよりラボに。実験マウス、実験マウス、プレイスナー。あれ、ワンチャンこれ、こよラボに、箱太郎先輩来ると、ラボにはよくやってくる。小よりもラットで実験みたいなしたことありますよ。これ、小よラボにこの後来てくれるんですか？何しちゃってもいいですか？どう料理されたいですか？インタ
ビューを行ってまいりました。ベちゃん逃げて、超逃げてと言われておりますけれども、もうね、あの来たという前提で聞いてまいりました。そうしましたな、お返事がこちらでございます。笑いながら、まあ一応何しちゃっても大丈夫、料理だったら天ぷらにされたいです。まず凍らせて天国に漂わせてほしいのです。なぜならいきなり炙りに焼くなんてひどすぎ、ピース。このネズミちゃんノリノリだ、これはドヘムだ、カーツ、わおー、ノリノリすぎて、あのやる方が何をしていいか困るやつこれ。そんなノリノリで、あ、何してもいいんですかみたいな。さ、何してもいいんですかの時ってさ、いや、やめてくださいって言われるとさ、おーおーおー、良いではないか、良いではないか、みたいな気持ちになるけど、やろうと思ってる方が、え、あ、そんなに、え、そんな何でもいいんですかってこう、あの、一歩引くやつね。どう料理されたいですかをね、あの、しっかり料理だと思っていただいて、なぜか天ぷらがいいですと言われてしまいました。え、凍ったままの天ぷらはまずい。あ、そうなの？これ見てさ、え、天ぷらって、凍らせて締めてから、やった方がいいのかって、確かに水と油は相反するから、これ、罠？爆発するわ。え、これ気づかなかった。ちゃんとお返事するべきでしたね。凍らしてもらって、天ぷらにすることで、大爆発を起こして、自分をモルモットにしたコヨラボを爆発させようとしてるってこと？天ぷらの前に凍らせるのは危険なようなので、食材から凍らしてほしいと言われても気をつけてください。凍らしてはいけません。いきなり炙り焼いてください。よろしくお願いいたします。ということで、ノリノリの箱太郎先輩でございました。この檻の中ではね、泣いてたんだけどね、やだーって言ってたんだけどね。はい。ということで、続いてのリークに行きましょう。立ち上がった！ただいまですね、すごく流行っているもホロライブ、どこを見てもスイカゲームのようなね、状態になっております。スイカゲームの最中にですね、みこしがですね、いい働きをしてくれたサクランボに対して、うおー、お前、働いたな、マスターベーションだ、みんな立ち上がったと言うという、あ、マスターオベーションなのね。マスターオベーションだ！その後ですね、言い間違いに、なかなか気づかず、ずっとコメント欄はざわざわとしていたんですけれども、言ってたのはマスターオベーションだったんですね。あ、そうなんですね。じゃあ、マスターオベーションだったらじゃあまずくなくない？これ待って、現在進行形で後だろ。あれ、これ、小百合罠にはめられたのか？尾がついてたから微妙にセーフだったの？ちょ、小よりがアウトです。だって、本来は、お、ないじゃん。ないじゃん。マスターオベーションって、の、5時かなって思ってたよ。マスターオベーションは存在しないから、セーフ。あー、そうなんだね。間抜けは見つかったようだな。小よりは、本来の英語を知っているという、別に間抜けじゃないですよ。あ、小よりが英語できすぎちゃったせいで、あー、みたいなね。はい。まあ、これがですね、スタンディングオベーションと混ざった時点でもうアウトな気がしますけど、スタンディングオベーションやで、みんな立ち上がったで、という風にね、言ったのを、言い間違いをしてしまった結果、だいぶざわざわするという、ことになってしまったという感じでしたね。おって言ってた？もう、これはマスターオベーションにしか聞こえてなかったけど、お前仕事したー、こいつ仕事したー、うおねえ、こんなのマスターオベーションよ、みんな立ち上がった、もう拍手大喝采みたいな意味でマスターオベーションって言った。だ、そしたらコメントがめちゃくちゃ、何のこと、何を言ってんの、みなこち、何みたいな感じになって、なんかもうすごいコメントの速さで
もうすごいこと出したの、コメントがね。困惑の嵐みたいなんで、はみたいな。猫も、何の話してんだみたいな。調べようとしたんです。でも、その前に、まあ、お母さんが、スイカゲームハマってるって言ってた。猫の配信見てたの、お母さんが。お母さんが案の定見てて、猫が普通にソファーでスイカゲームしてたら、お母さんが、でも、本当にさ、配信にびっくりしたよ、ママ、恥ずかしいよって言ってて、なんかすごい発言してたんでしょって。もうやめてよねって。死にたい。死にたい。久々にこの感覚味わったんだけど、みたいな。ということで、みこ姉さんにみんな、マスターオベーションやんでー、おめでとう。わおー、続いてのリークは、こちらメスの空。このタイトルはもうこれ大変失礼なタイトルだと思います。お許しください。ただ、これ以外にタイトルが、思いつかなかったので、猫猫アイランドにてですね、メスの館なる、まあ、メスの力をダイヤに変えようという施設があったわけなんですけれども、まあ、そちらですですね、多くのコロメンがいろんなシチュエーションボイスを、言っていたと思うのですが、そこに、なんと、そもそも債務者ではない、なんか面白そうだから遊びに来た、はぁ、はぁがというね、まあ、でもマラソンしてるだけだからセーフという、お題だったわけなのですが、これがですね、もう、こう本当にマラソンですかというようなね、すごく艶めいたハーハーでございまして、もうなんか空先輩がガチでメスをね、やっていて、その後、オーリー先輩がぶち壊れるというね、オーリー先輩の結構どんなメスにも反応してく、すごくいい反応してくれて、あ、いいよーって言ってくれる。ちょっと今似てたのでは？っていう風にね言ってくれる。みんな道を開けろ、ソラちゃんがメスの館に来るぞ。なぜ？どこ見てんのバーカ。見たいならほらほらのもう無理。こんな感じで大丈夫です。これやばいってマジで。ソラ先輩に突撃インタビューをしてまいりました。こちらですね、結構やった後も話題にもなりまして、しかもですね、ま、結構ガチなハーハーを、配信で拝むことができるとは思っていなかったので、ハーハーをやった後の感想、楽しかったとか、後悔してるとか、なんか、ありますでしょうかとね、聞いてまいりました。そちらのお返事が、こちらでございます。マラソンの表現を忠実にしただけなのに、反響がすごくてびっくりだった。シチュエーションも楽しかったよ。すごく純粋の空だった。純粋で可愛い。あっぱれ。わおー。このマラソンのハーハーで何を想像してんだ。想像した奴らに、カーツ。わおー。も含めて、いやいやいやこれはマラソンだって思ってますよ。何言ってるんですか？はい、これ何言ってるんですか？ちょっと何言ってるか分かりませんね。ソラ先輩は、ま、全力でマラソンをやっていただけだったということで、決してメスの空ではありませんのでね、皆さんそこのところよろしくお願いいたします。でも楽しんでたみたいでございまして、よかったです。我々もいいものを聞くことができました。ありがとうございました。